ございました、というわけでですね、ジブリが対 FC 東京の試合1対1の引き上げという形で終わりました。めっちゃ悔しい。いや、勝てそうだったっていうのもあるんですけども、非常に詳しい引き上げという形で終わりました。1点先制したシーンがね、もうリカルド・ガッサ選手のビューティフルヘディングみたいなね感じでしたね。平川選手のコーナーからもう完璧に走り込んでいったリカのヘディングポーンみたいな素晴らしいビューティフォーゴールで先制して、流れすごい良かったですね。まあゴールもね、保持結構されたんですけども、相手のミスでも助けられたシーンが非常に多くて、非常にね、なんかキックをした感じというかシュートも打ててるような感じで、まあなんとか耐えて前半 1-0 で折り返したんですけども、後半ね、立ち上がりからまあ雰囲気は変わらずに、まあ、攻めていく中で、ジャーメイン・ジョー選手がね、復帰ですか、復帰しました。ジャーメイン・ジョー選手が帰ってきました。ありがとうございます。なので交代して2、3本こう最初のプレーでね、もうこれがジャメだみたいな、もうペイショット選手のスラッシュをこう裏に抜け出そうとする動きがあったんですけども、あれこそね、ジャーメイン選手だなっていうような感じしましたよね。でその後ね、何本かこう裏を抜く狙う動きだったりとか、ポストプレーでこう後ろにボールを叩くシーンだとか、もう素晴らしいパスの連続でね、あー、ジャーメイン選手帰ってきたと、これでこれ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 みたいな、ね、感じになりましたね。残念ながら得点はありませんでしたけども、シーツ以降また期待していきたいと思います。あーでね、失点シーンはもうセッポリからでしたけどもね、綺麗にやられてしまったという形でした。コーナーキックめちゃめちゃいっぱい取られたんでね、やられてしまったところがあったんですけど、まあ、後半の30分ぐらいからこう、なんですかね、セカンドボール全く余裕なくなったし、なんかジュブラの選手足めっちゃ止まってたっていうところもあったんで、でバテみたいなのもあったと思うので、なんですかね、気をつけて、もっとね、夏場これから来るんで、これから走んなきゃいけないんでね、いっぱいね。なので、もっとこう走れるようになっていってもらいたいなっていう、なんか雑なコメントなんですけども、まあ、ちょっと足が止まってるのが気になったんで、そうですね、もうちょっとこう体力があればなっていうところなんですけど、分かんないですけど、はい、まあ、そんな中でね、こうボールを、まあ、キープされる、セカンドボール拾えない、前の推進力がちょっと弱くなったところで、その押し込まれてからの失点で、アディショナルタイム8分表示で、多分いろいろ止まったのに11分か12分ぐらいやってた、それだけが10分ぐらいやってたと思うんですけども、まあ、本当に失点しなくてよかったレベルで攻め込まれてたんで、非常にヒヤヒヤしましたけども、ちょっとね、もう夏場の選手、チームのやりくりも大変だと思いますので。全員で戦っていくように一番と、こんなもんじゃないというところ見せてくれると思ってますので、次節ね、ホームで、次が前半戦の折り返しになりますので、勝ち点20台乗せましょう。22勝ち点乗せて残留早めに掴んでいくようにいたしましょう。というわけでお疲れ様でした。言えてない。お疲れ様でした。次は勝ちましょう。